やばい、パソコンが固まりそう。パソコンが固まりそう。固まりそう。ゆきろ。みんな待って。ちょ、みんな待って。PC 買え。いや、PC 買うとしてさ、みんなどこで買ってんの PC。 インターネットで買ってるの？それとも直接買ってんの？メモリはどれだけ積めばいいの？どうしたらいいの？インターネットでパーツ買うかな。自分で作ったら無理なんだけど。玉木くんに聞こう。あ、玉木くんに聞いたんだよ、実は。したら、泊まりに聞けって言われましたね。泊まりに聞くか。うん、メモリは積めるだけ積め。そんなことできんの？そう。意外と犬山はわからねえわ、と言っていました。うん。チョコ先生に聞いたら、ボタンちゃんに聞いてって言われた。面識ないんだわ。みんなたらい回しにしてくる。メモリは64あった方がいい。うん、わかった、メモっとくわ。やばい、パソコン固まってる。パソコン固まってるけど、親盛り生きてるから配信固まってないといいな。ちょ、コメント欄全然見れなくなったけど、まあ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 。フォーウィーママニュー PC。 うわー、 Thank you。 Thank you。 じゃあ私の番が来るまでパソコンの話してようか。何を積めばいいの？グラボとかいうやつはいるの？いらないの？グラボって何なの？でかいやつはでかいだけ。何なの？メモリは仕事場で、容量はノート。多分ね、容量はね、そんな困ってないんだよ、現在も。だし、最悪、外付けしたらなんかいける気がするんだよね。インターネットの画面が固まったり、クリスタが落ちるのは、おそらく、メモリが原因な気がするんだよな。全部一番数字のやつ詰めばいいよ。やば。PC でゲームするならグラボは必須。んー、 CPU とグラボは後ろについてる数字が大きいの買っておけ。わかったわ。もうグラボとかいろいろつよつよにして、またお絵かきの森やるわ。最高クラスのグラボは30万するぞ。30万。ウィママの昼食代ぐらいだ。30万が。やば、3ヶ月暮らせるんだけど。たっか。はぁ。CPU は計算が得意。CPU は映像の処理が得意なんやで。両方の性能バランス大事。CPU は頭っていうのは知ってるよ。つよつよ PC 組んでください。ありがとう。ちょっとこの後に泊まりに聞くか。泊まり、お願い、教えてくれ。はぁ、食費1ヶ月10万なんか違うよ。え？違うよな。え、違うよ。ちょっと金銭感覚が。すべての生活だよ。そういえばね、前回の配信以降ね、私、泊まりサービスセンターにね、お問い合わせをしてね、パソコンのことを聞きました。なので近々良くなります、私のパソコンは多分。ええ、本当にね、皆さん泊まりサービスセンターに感謝した方がいいですよ。泊まりサービスセンターのおかげで皆さんのコメントが見れるんですからね。マジ詳しすぎて何言ってるかあんま分かんなかったけど、めっちゃ親切でめっちゃいい人だった。いい、めっちゃいい人だったって言うと全然面識のないみたいな言い方になるけど。全然何回か喋ったことある。いや、マジでサンキュー泊まり。わーい、いいと思ったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。チュッ。